番辛いことかもしれへん。こんばんは。そうですね、そう、寝ずに起きとこうかなって思ってます。寝た方がしんどいと思うんですよね。どう思いますか？実家暮らしでよかった。なんで？なんで？ママが起こしてくれるからってことですか？あ、そっか、もう明日からグッドスプーンさんや。そういえばそうでした。大地くん、クマありがとう。寝た方がいい。3時間でも寝たい。でも今からお風呂入って準備してたら2時間寝れたらいい方。明日からね、グッドスプーンさん、大阪は明日からで、東京は明後日からかな。東京じゃないね、横浜ですね。皆さんぜひね、食べに行ってください。お願いします。メロン食べれない人やっぱ多かったけど、別にね、他のメニュー食べてもらって大丈夫なんで。今東京から大阪に帰ってる。何してたんですか？あや、アイシュありがとう。ペロペロ。今日も目が可愛かったよ。はいはい、ありがとうございます。そう、ドリンクね、美味しそうですよね。もう全部制覇したいもんな。そう、メロン、なんかアレルギーの人もいた。キュウリ系アレルギーみたいな人がいました。なんかたまにね、よく聞きますね。私ほんとミルフィーユがね、大好きなのでね。でも最近ミルフィーユが売ってない。タルトとかはよく見るんですけど。あ、21公演当たった、嬉しい。そう、21日もう当落出たんですね。当たった人いますか？21日の夢中ライブ、やっほー、当たった。おー、おめでとう、嬉しい。お、めっちゃ当たるな。真中くんもありがとう。外したからどうしてるか今考え、どうしてるかってどういうこと？でもね、今日キャンセル待ち60もあったらしいですよ。何が起きてるの？なんでキャンセル？なんか普通に、なんかまあそら休養できなくなっちゃった場合あると思うんですけど、そんな60名の方は何が起きたんですか？何が起きたの？どういうこと？って思いました。座席決まってるからやで。どういうこと？メンバーってさ、もともと分かってますよね、初めから応募するときは。確かに何もなくても普段から25ぐらいは出るんですけど、60ってどういうこと？あの、普通にハテナってなった。あ、座席が分かって後ろの方やった。あ、そんな感じなん。へえ、別にプー案件とかじゃないんですよ。あの、なんか普通になんかの劇場に行ったことがないから、その仕組みが分からなくて。なるほどね。まあ、確かに前の方の方がいいもんね、そら。席が良くないとキャンセル。ああ、紙下のこだわりがある人もいる。あ、そうなんや。へえ、すごいね。なんか今日遅ない。ほんま、あ、そう、あのね、公演前にね、前髪を切ってもらったんですよ。めっちゃ長かったの、前髪。ほんとに。もうね、目の下ぐらいまで前髪伸びてて。これはもうダメだと思って。今日カメラいっぱい映ってた。やったー。でも今日あんま漏れてない。髪の毛暗くなったし、前髪も短くなったから今日あんま漏れてなかったけど、嬉しい。そう、だから
短くなったからね、幼いんだと思います。はい、フェニックスさんハートありがとう。もっちゃんはね、ただただミスっただけじゃないですか。人魚のバカンス大好き、ほんまにありがとう。可愛いですよね、あの衣装。土曜日で21歳、あ、おめでとうございます。21歳か、若いですね。どこの席でも楽しい。でもミユも前がいいかも、それあったら。一番後ろよりかはね、前がいいかもしれへん。ミユもじゃあキャンセルしちゃう子かもしれへん。あ、なるほどな、キャンセルしてもすぐに当たるんや。へえ、そうなんや。行くことに意味がある。おお、名言。これこう固定できひんのかな、このコメント。あやちゃん、これ何、バルーン花束か、ありがとうございます。最前で見るみたら釣られちゃう。ほんまに、ほんまに言ってますか。じゃあ釣られに来てくださいよ。みゆもアカウント作って応募してみる。なんでやねん、なんでやねん。しません。そのうち行きたい。来てくださいね、待ってますよ。聞いて、こっちのね、おねや知らずもね、この間ね抜いたんですよ。こっちは歯茎の中に埋もれてたからすごく腫れたんですけど、結構もう3週間ぐらい顔ちょっと腫れてた。こっちはね多分腫れてないですね。でもめっちゃ痛い、穴開いてる。うんね、つらい。もうずっと歯ズキズキしてるし。助けてください。毎日ロキソニン飲んでるけど、今日も歯医者さんからもらったロキソニンが切れてしまいました。そうなんですよ。ビエンビエン、いつ話か、いつやろ、来てくれますか、来てくれる。ロキソニン飲めへんの、飲めへん人とかいるの、なんで。頭痛く、眠たくなっちゃうとか、キルキルして。ひろすけさん、くもありがとう。6月19日は振り替えのやつですね。振り替えの話し会があります。マンマが頭痛したら、そう、ロキソニン最強ですよね。なんで飲めへんの、どういうこと、なんで飲めないんですか。ロキソニン最強、でも最強すぎて何の成分入ってるか気になりますね、もはや。ここまで来ると、ここまで効果がすごいと。でも薬飲んだら眠たくなりますよね、やっぱり。でも寝れない時はじゃあ飲んだらいいのかもしれない。あ、お腹痛くなるんだ。あー、なんか、あー、言われたかも、配布された時に。ちょっとお腹弱かったら痛くなっちゃうかもって言われちゃったかも。シンティさん、アイスありがとう。ペロペロ。痛い、ほんまに抜いたとこ、どうしよう、やむ。楽しくなくなっちゃう、こんなに痛いとね。聞いてください。私もね、あのお水生活ね始めたんですよ。なんかもっちゃんが飲んでて、なんか水って硬水と軟水があるらしくて、でなんかこれが硬水、硬いお水らしくて、マジで美味しくないよみたいな言われたんですよ。
でもな、私はもう味がわからない。もう水はすべて同じ味がする。やんでるの？でな、これのこれね、これ1日でこれ飲まんってダメなんですけど、もう私2日間かけてここまでしか飲めてない、まだ。しかも2日目、今日1日で今日昨日ここまでしか飲んでなくて、今日公演とかあったからここまで飲めたけど、あの本当にちょっとね、私ジュース大好きだから、ジュースとか甘い飲み物大好きやから、もう辛いです、お水でも。今日もねジュース飲んでたから、ユナに本末転倒だよって言われました。そもそもジュースやめたらいいんじゃないって確かに自分でも何してるかわからんくなってきます。ジュース飲んで普通にご飯食べて、これただ飲んでるだけで、ただどうしたらいいんだそう、ユナ、そうユナは、ユナはね意外、ユナはね食、なんか健康食とか好きなんですけど、ユナはジュースあんま好きじゃないんですよね。私はね体に悪いジュースが大好きだから、そうモンスター飲んでました昨日。私健康食も嫌いなので、もう小学生の男の子が好きな食べ物が好きなんで、はい、少しずつ慣らしていけばすごいマジレスな、まともなこと書けるんですねそう、ユナは100日間頑張ってたからね。そろそろね、もうファン、あのお話、リアルお話し会があったからさ、みんなに会いたいですよねそうそう、男飯ってやつが好きです、はい。はあ、今日もね、もう落ち込んでるよ。グッドスパ20日。おお、嬉しい。ありがとう、行ってくれて。みーも早く行きたいな。落ち着いたらちょっと行きたいですね、グッドスプーン。普通にツインテールしてるな、最近。どういうこと？私はもうね、ずっと、生まれた時からずっとツインテールしてますよそう、打ち込みやちゃんなのでね、皆さん慰めてください。私大学のさ、女の子の友達にもさ、一緒にグッドスプーン行きたいって言われたんやけど、どう思いますか？行っていいと思いますか一般人の子なんですけど、どう思う？絶対でもね、ファンの人絶対一人には会いますよね。そらもちろん営業時間内に行くからさ。今日また今ちゃんの実話してるんですよ。毎日してる気がする。私が配信してる時絶対今ちゃんの実話してる。いいのでは？お、やっぱいいやんな。いいですよね。はあ、まあペコちゃん、小判ありがとうございます。うん、疲れた。ため息でかい。ため息したらね、幸せが逃げちゃうから。釣っときました、おいしい山さん、ハートありがとう。コロナなったんや。ちょっと季節外れでもないな。ピークからちょっとあれやの、1回目のコロナですか？ははははは、何が面白いんですか
何か面白いこと言いました楽しいこと考えなさい。うん、明日4時起き楽しい55分か。ナオさん、アイシュありがとうございます。席出なくなってよかった。確かに、一時やばかったよな、マジで。喋るたびに席出てさ、治ってたのにな。あら、小熊さん、これはもうサーティワンのアイスボックス、わーいありがとうございます。髪今長いんですよ。でもそんな長くないよ、ほら見せ方くぐまさん、食べて、食べます、ありがとうございます。早起きが趣味って、みえもそんな言いたいな。残り4分、ありがとう。タイムキーパーさんにやけてねる。何にやねん。みえ、あれ見ましたよ、スパイファミリー2話見ました。2話だけだけど見始めました。もうスパイファミリーって なんかショールームでファンの人にね勧められて、なんかお姉ちゃんにもスパイファミリー見てみたいな勧められて、何スパイファミリーってと思って、あの見たら、あのアーニャだったんですね。アーニャのやつでした。2話見て、でもさ、まだ6話8話ぐらいしかなくない？だからさ、あんまパッパって見たらさ、あの何、楽しみがなくなっちゃう。でもアーニャ可愛いけどさ、あのアーニャのお父さんもかっこいいですね。初めつけた時に開始10秒ぐらいで、これ面白いんかなって思って、見るのやめようかなって思ったけど、なんかやまだ我慢してみようと思ったらめっちゃ面白かったです。家族の絆そうなんや、そんな感じになってくるんや。そう、アーニャっていうピンク髪のねアニメの女の子がいるんですよ。ちょっとランキング読んどきますね。そう、アーニャ心読めるのすごいですよね。ミエと一緒です。まあでもね、あ、間違えた。13位ゆうちゃん、ありがとうございます。12位しんちさん、ありがとうございます。11位ぺこちゃん、ありがとうございます。10位じんくん、ありがとうございます。9位キャベツさん、ありがとうございます。8位まなか、ありがとうございます。7位ジュリリー、ありがとうございます。6位フェニックスさん、ありがとうございます。5位北野大地くん、ありがとうございます。4位あや、ありがとうございます。3位タクヤ、頭くみゅうちゅう、ありがとうございます。2位ひろすけさん、ありがとうございます。そして第1位こぐまさん、こぐまさん今日はサーティワンのアイスボックス、こちらありがとうございます。後で美味しくいただきますはい、これでランキングは読めたから、あとは時間内まで喋るだけです。今来たのに遅いよ。もう明日も早起き、憂鬱すぎる、マジで。でもそれでミエは落ち込んでるんじゃないけどね。お仕事はちゃんとやります。あれですか、だからってやつですか。 AKB さんの元彼ですでしたっけがんばります。早起き、みんなも一緒に早起きしてください。なんで落ち込んでるの、もう助けて、もうやだ、もう人生つらいですね本当に。元気出しますね。ババ抜きやばい、それはほんまにババ抜きしたら眠たくなるワンコールで起こして、あー、じゃあお願いしますね、待ってますね。いつ終わるの、お、怖いな、
急に終わられるの恥ずかしい。もうすぐ終わりそうですね。皆さん今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。明日も頑張りましょうね。はい頑張ろうみんな本当に。寝ますよ。